S, S ロケット S ロケットはベビーロケットの後継機で1960年代初頭に開発された日本の低費用での電離層の観測や微小、重力実験を行う目的で設計された個体、水薬を動力とする観測ロケットの系列である。変遷を重ねる間に運用母体の組織も変遷を重ねた。当初は東京大学生産技術研究所が担当していたが、 東京大学航空研究所と合併して1964年以降は東京大学宇宙航空研究所になり、その後、1981年に宇宙科学研究所に改祖された。これらの系列のロケットは A、ザ・ SB と少し後の SC3 形式があり、以下の仕様である。1963年から2007年の間に204回打ち上げられて、 成功率は98.04%すべて1963年に3回のみ打ち上げられた。1968年9月17日に1回のみ打ち上げられた。1964年から1971年にかけて12回打ち上げられた。すべて1969年に3回打ち上げられた。1965年11月16日に 試験ロケットが1回打ち上げられた。1969年から1974年に10回打ち上げられた。1965年に2回打ち上げられた。1965年から1969年にかけて5回打ち上げられた。1964年から1972年にかけて23回打ち上げられた。百六十六年から百八十二年に かけて47回打ち上げられた。南極の昭和基地から電離層の研究に使用された。水薬として豚タジを使用することにより低温でも良好な性能を発揮した。年から年にかけて回打ち上げられた。南極で S-210 と並行して使用するために開発された。すべて1966年に3回打ち上げられた。 S-310 の派生型1975年から2007年にかけて45回打ち上げられた。高度 200km に到達するように設計され、安定のために上昇中は回転して離陸後およそ50秒でデータ収集のために降下する。1980年から1998年にかけて22回打ち上げられた。全三軸の安定化装置を備える。 1 0 0ラムのペイロードを高度3 0 0トルへ輸送可能でおよそ5分間の微小重力実験がもたらされた。K-9M と K-10 ロケットを置き換える目的で開発された。1998年から2000年にかけて2回打ち上げられた。1段目は S-520 で構成されており、1 4 0ラムの重量物を高度1 0 0 0トルへ輸送できる。 ステージ試験用、機体1969年から1970年にかけて2回打ち上げられた。1969年2月1日に1回打ち上げられた。2002年7月14日から2005年10月9日にかけて2回打ち上げられた。1975年から1976年にかけて打ち上げられた。百七十七年から九百八十年に かけて7回打ち上げられた。ターゲット追跡と微小重力実験と TT-500A を使用した多様な技術で使用された。7分間の微小重力がもたらされ、金属、半導体等の誘拐と凝固実験に使用された。微小重力実験用ロケット1980年から1983年にかけて6回打ち上げられた。ありがとうございます。